うわ。あ、コロシアムみたいなの作れたらいいね。ゲットしてきたパルを戦わせみたいな。ああ、確かに。このゲームさ、PVP 実装予定みたいな話あったじゃない？このゲームでさ、PVP ってさ、多分なんか専用エリア設けるぐらいしかないような気がするんだけどさ。まあ、あれっすよね。だってね、拠点、お互い作ってみたいな話は多分ならないと思うから。だったらね、手持ちのパルの強さで決まるってなると、もうガチで戦わせるような感じになるんじゃないかなと思ったら、やっぱり専用エリア作るっていう。まあ、モンスターファーム形式みたいああ、そう。やっぱモンスターファーム面白かったな。な。あれは特殊すモンスターファぎる。ームやったことないんだよね。いああ、やー、すごまあ、いでな。もまあ、言うて古いもんな。プレステ1、2までか、あれ。初代の状態でね。すけど。CD。ああ、そう、CD で。だけどな、CD でモンスター誕生させるって、動画やばい。ああ、逆に今じゃできない？ああ、すごかったな。だってね、家の中にある CD 片っ端から全部出して、全部一回読み込ましそうて、なんかいいモンスター生まれねえかなってやる。あ、そういうゲームだってこと？あれもな、なんか、モンスタートレーニングさせて、試合勝って、勝ったご褒美とか与えないと、寿命つけて死んじゃうんだよな。寿命が短くなるっていうのかな。ストレスとかで死ぬからな。で、なんか黄金の実を与えたら寿命が伸びるみたいなさ。そういう感じなんだ。で、ドラゴンは寿命が短いから、薬漬けにされる。怖懐かしい。私ね、プレステのゲームとかもね、いいのは結構あったんだよね、やっぱりな。まあね、今やってグラフィックに耐えるかは分からんけど。やっぱね。で、リメイクにしたらまた話が変わってくるし。聖剣伝説とかもさ、レジェンド・オブ・マナーっていうやつがね、一回あってさ、プレステで。でもね、最初、まあ、リメイクとかじゃないんだけど、最初なんかそんなんでもないかなと思って、たんだけど、やってみたら意外と面白くて。ハマったね、音楽とか雰囲気が好きで。こんな時代から考えたら今こんなゲームができるっていうのがもまあ、オンラインがね。う。いや、オンラインね。しかし、オでンラかイいンよな。でゲームやるなんてマジできなかったからな、したくてもな。ね。ああ、チャットのイメージあったけども、VC が当たり前だもんね、今。いや、そうだね。人生で最初にファンタシスターオンラインをね、っていうゲームが、やったのが、オンライン要素のあるゲームだったんだけど。西への。だけど、俺、ウキのオンラインやった。オンラインつなげられないのよ。そうだね。その時の環境的にね、使い放題とかじゃないからさ、ネット回線が。もう、時間によってお金かかっちゃうからさ、そういう感じだったんだ、前って。昔のネット回線。電話回線そのまま使うからね。しかもね、IP アドレス固定できんとか。そうなんだ。その家は無理や。あれをね、オンラインでやってる人はすげえなーと思ってて。ああ、金持ちみたいな。もう大体なんか、ファンタジースタンドもさ、あのゲームもさ、まあ、要はレアな武器を掘り続けるっていうゲームなのよ。言ったら。夢なんだを。けど、レアな武器の出る確率が、マジで頭おかしいぐらい低いのよ。片道で、まあ、40分とか50分ぐらいかかるダンジョンのボスを倒して、手に入る確率が0.00001とかそういう感じだった。やば。マジで廃人じゃないってのいやんなや、くね？そう。まあ、案の定やっぱそういう武器が強いっていう感じだからさ。